戻ってください。ありがとうございました。さあ、それでは続いての鳥がいよいよ最後の鳥となってしまいました。続いては皆様に鳥の鷹狩りについてご紹介したいと思います。さあ、狩りと言いましても本物の獲物は使いません。今私が手に持っているこのルアーと呼ばれる疑似餌を使った疑似ハンティングです。さあ、この鷹狩りというのは非常に歴史が古く、戦国時代有名な武将織田信長や徳川家康も好んで行っていたと言われています。さあ、それでは本日狩りにチャレンジする鳥、早速ご紹介しましょう。さあ、準備できてからあちら来よう。スタッフの腕に止まっている一羽の鳥、皆さん見えますかね。はい、茶色い鳥が止まっています。あちら鷹の仲間、ニシオノスリ、名前をエレナと言います。エレナの狩り一瞬で終わってしまいます。皆様目を離さないようにご観覧ください。それではエレナの準備が整いました。早速参りましょう。ハンティングスタートです。さあ、笛の合図で飛び立ちました。お見事、上空でキャッチ。ハンティング大成功です。さあ、エレナ、狩りの際皆さん体のどの部分使っていたか見られたでしょうか。そうです、足を使って狩りをしています。この猛禽類の仲間というのは両足に鋭い鍵爪が4本ずつ備わっています。そしてこのエレナでなんと握力は40キロほどです。一度握った獲物はなかなか離すことはありません。そしてそのまま窒息をさせてしまうほどのパワーを持っているんです。さあ、私たちの元へと飛んでくる非常に慣れた鳥のようにも見えますが、自然界で生きていく野生の本能というのは決して失われることはありません。さあ、それでは見事なハンティング見せてくれました西尾のすりエレナでした。さあ、それでは短い映像でしたが、ワールドパフォーマンスウィンターバージョン、皆様いかがだったでしょうか。ありがとうございます。私たちはこれからも鳥たちと共に驚き、そして感動をお届けしてまいります。どうぞ来年3月にはブロードフルバージョンハーフにて開催しますので、ぜひそれも見に来ていただけると私たちも鳥たちも非常に嬉しく思います。それでは以上をもちまして、バードパフォーマンス認定バージョンは全て終了です。短い間ですが最後までショーにお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。それではこの後鳥たちが皆様のすぐ近くまでやってきます。どうぞ鷹の仲間西尾の水、非常に縁起のいい動物として知られていますので、お写真撮って帰っていってください。